森の音楽隊のハローワーク。皆さんこんにちは。森の音楽隊のハローワークのお時間です。人間はなんでお仕事をするのでしょう。生活のため、誰かを助けるため、自分の夢を実現するため。そもそも人間の世界にはどれだけの数のお仕事があるのでしょう。この番組では様々なお仕事を持ったゲストの方に、そんな素朴な疑問をぶつけ、人間にとってお仕事とは何かというテーマを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。皆さんこんにちは。森の音楽隊ボーカルの相川由里です。皆さんこんにちは。ピアノ担当の黒沢のオレンジです。イエイイエイ、あ、え、あ、はい、イエイ。今週も30分東京からお届けいたします。はい、よろしくお願いします。はい。ところでゆりさん、はいはい、ちょっと鼻声っぽいですね。なんかね、鼻声ではありません。多分、いや、聞いてる人は鼻声だって感じるんじゃないですか。これ鼻声ではありません。はい、いや別にあの言い方変えても何も変わらないですよ。鼻声なところは全然変わってないですからね。はい、言い回しが変わって、言い回し発声が変わっただけですからね。はい、風、これなんかね、うん、風っぽいんですけど、うん、鼻声を鼻声じゃなくいう言い方ってなんか技があるんですかね。いや知りませんけどね、うん、な、役者さんとかってそういうのってどうするんですかね。ね、あの役者の方だって風邪は引かれますよね。役者はまだでいいんじゃないですか。声優さんじゃないですか、困るの。あ、なるほど。か役者は別に対して鼻声でも、あ、そう、まあ問題ありますけども、うん、声優さんの方がね、まあ確かにね、声だけですからね、うんうん、声だけですからね。どうなんでしょうね。ねえ、なんかでもあのプロの方ってその風邪をひいちゃいけないみたいな、なんかよく言われますよね。うん、だからあの聞かないように気をつけようとかじゃなくて、うん、聞くのは厳禁。うん、はい、そうですよね。前ナレーション、ナレーション、あのイベントとかの司会のナレーションとかの仕事をしていた時、はい、したことがあって、はい、その時にあの一度、まあすごい長い期間のイベントだったんですけど、うんうん、一度二度でも風邪をひいたらもう首みたいな、うんうん、ああそうなんだ、はい、厳しいね。はい、風邪ひいたら首、はい、ほう、すごいですよね。まあでもそれだけね、こうシビアな世界なんですね、うん、健康管理も気をつけつつね、うん、はい、はい、まあというわけで、はい、まあ今日は風邪のゆりさんと一緒にお届けし、風邪ではありません。あ、風邪ではありませんか、失礼しました。ちょっとねあれですよね、きっとね、あの今外寒いんですよね。寒いですね。で外寒いところから、うん、あの暖かいとこ来ると、うん、結構一瞬ちょっと 鼻詰まりみたいなの起こっちゃうこともあるじゃないですか、うん、きっとそれなんでしょうね。それです ね。だからきっとあの話してるうちに治ってくると思いますので。大丈夫です。はい、はい、というわけですね。はい、何の話だと。はい、じゃあもうゲスト行きますか。そうですね、そうですね。じゃあゲスト行きましょう。はい、はい、今週は先週に引き続き俳優で空手講師の樋口大吾さんをゲストにお迎えしております。樋口さんはですね、俳優で小さい頃から空手をやっていて、でアクション俳優になりたくて途中から俳優を志すようになったという方でございます。はい、さあ後編をお楽しみください。どうぞ。森の音楽隊のハローワーク。では次のお話を聞きたいと思います。このお仕事で苦労したなと思うエピソードを聞かせてください。苦労、はい、そうですね、まあ、苦労するほどもやってもないんですけど苦労、そうですね、まあ、時間がやっぱり不規則っていうか、うん、予定が急に、うんうん、もう約束してても俳優の、ね、仕事ね、はい、キャンセルしなくなったりとか、うん、ドタキャン、そうですね、常連派みたいなね、感じ、ごめんなさいみたいな、ギリギリまで返事ができないとか、うんうんうん、その辺は、うん、ありますね、はいはい、あと大病をされたということでお話を伺ったんですけど、はいはいはい、そのお話をぜひ聞かせていただきたい。あ、そうですね、はい、アクションクラブに通い始めて1年ぐらいですかね、はいはい、当時僕25歳だったんですけど、うん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 、急性骨髄性白血病っていうのになりまして、はいはい、白血病ですよね、いわゆる、そうですね、白血病ですね、はいはい、でなんとなくこう左側がずっとしびれてて、あ、で調子悪いなと思いながら、でも脳も神経も、うんうん、全部調べたんですけど、はい、何でもなくて、血液ももちろん、でも寝てる最中にしびれて目が覚める、それよっぽどのしびれですね。そう、うん、で
でも結局まあ分かんなくて、最初分からない。そうですね。その半年後にたまたま、うん、また血液検査、うん、したら、はい、引っかかって、なんで最初引っかからなかったんですかね。なんですかね。ね、まだなんか体の予兆だったんですかね。その血液の中には出てきてなかったかもしれないですね。分かんないけど。それで、25歳の時にそれが分かって、そうですね。で、うん、はい、半年ぐらい入院して、はい、即入院ですか。即入院です。即入院ですね。もうよく分かんないまま、うん、すぐ入院してくださいってことで。はい、悩む間もなく、うん、そんなにショックも受ける間もなくみたいな感じで、うそうですよね、はい、で半年ぐらい入院して、うん、で退院して、うん、でまたこう、まあ、俳優を始めて、うん、で1年ぐらいは、うん、治ったんですか。一応、まあ、白血病細胞は消えて、はい、ただ再発率はあるので、はいはいはい、あ、なるほど、はい、それって血を全部変えるとかですか。その時は抗がん剤だけ飲んで、もう本当に大量の抗がん剤を飲んで、打って点滴で、はい、あ、うん、じゃあ髪の毛とかも全部なくなる。もうツルツルですね。冬寒かったです、頭が。底冷えじゃなくて、あ、上から冷えるんだっていうのを初めて。いやー、でもそれ25歳で急に、うん、その、はい、今まで体育会系の人間として生きてきたわけじゃないですか。あ、そうですね。うん、じゃあ病気なんてそんなに、いや、風邪すら引かなかったですよね、うん、それが急に25歳で白血病って言われて入院半年間。そう、で、うん、僕最初の抗がん剤、うん、これが効かなければもうアウトですみたいな、言われました。もう死にますって、うん、一番最初は。最初怖かったですね。怖いですね。これ効かなきゃ全てはこれにかかってるみたいな、うん、本当ですよね、はい、それ聞いたんですね。じゃあその話。そうです、よかったですよ。本当ですよね。いやー、そうですか、はい、でもその最初、まあ、実際にこう死ぬかもしれない、本当に死ぬかもしれないっていうふうになった時って、うん、どうですか、実感というか、なんかどんな気分になるんですか。あ、僕はなんかもう、はい、最初は、うん、あ、まあ、人生楽しかったし、まあいいかなって。本当ですか。でもそれは多分そう思おうとしてただけで、納得しようとしてただけで、でもそんなことなくて、うん、しまだなんかよく把握できてなかったんですよね、自分でも。まあって思ったんですけど、ただやっぱりこういろいろお見舞い、友達来てくれたりとか、親がこうついてる姿見たりとかも、絶対死ねないなと思って。そうですよね。そうですね。それ、まあ、そういうのを見てからですよね、うん、あ、見て、感じて、あ、本当にそうなんだって。そうですね、うん、頑張ろうって、頑張ろうって、本当にだから一人で生きてるんじゃないんだなっていうのを、うん、あ、なるほど。いや、でも聞いて今ここで話していらっしゃって、元気で。そうですね、よかったです。本当に、本当に、うん、あの以前その病気の話を、はい、ドキュメンタリー番組でされてるのを見たんですけど、はいはい、なんか本当に壮絶ですよね、うんうん、でも、まあ、たくさんいらっしゃるんですもんね、そういう病気。いっぱいいらっしゃいますよ、実は、はい、まあね、それこそ本当に亡くなられた方も、うんうんうん、まあ、僕は見てるし。あ、本当ですか、うん、いや、それ複雑ですね。すごく。そうですか、うん、そうですね。お友達っていうか、まあ、知り合いになって、うん、同じ病室にいたりとかね、うん、あ、なるほど。森の音楽隊のハローワーク、セッションしてみようのコーナー。イエーイ、イエーイ。森の音楽隊は音楽グループですので、いろいろな曲をカバーしてセッションしてみようというコーナーです。はい、はい、というわけで今回2回目ですか。2回目です。今回はですね、はい、今回のゲストの樋口大吾さんが闘病をしていた時に、はい、手術の前に、うん、なんかまあ入院した病室で書いた詩があったらしくて、うん、その詩をブログに載っけたところ、はい、お友達がその詩に曲をつけて、うん、あの頑張れよっていう気づけてくれて、うん、歌ってくれたという。なるほど、はい、そういう曲をですね、はい、はい、ちょっと聞かせていただいたので、ぜひカバーしてみようかなと思いました。なるほど。はい。なんか闘病中に書いている
っていう感じがすごい、うん、なるほどなと思いました、うん、私は。なるほど、はい、とりあえずやってみましょうか。はい、やってみましょう。それではお聞きください。僕は飛行機。では次の質問いきたいと思います。ズバリ儲かりますか？儲かりません。はい、あの俳優が儲からないというのは重々私、はい、承知なんですけれども、はい、じゃあ空手講師の方はどうですか？もう儲かるものではないですよね。なんかもう本当に教えたくて教えているというか、うん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 、あのよくスポーツジムのインストラクターの人って、はい、人気の人は本当に儲かるっていう話を聞くんですけど、どうでしたか昔？そうですね、まあ、僕はなんか、うん、どこまあいくら、はいはいはい、何人行くようか、うん、関係ない関係ない、ね、ああなるほど、はい、へえ。でも体が資本ですねやっぱり。そうですね、うん、本当でも体が元気ないと何にもできない、うんうん、そうですよね、はい、空手もそうですし俳優もそうですし、うん、では次の質問いきたいと思います。このお仕事を選んでいなければ他に何をしていましたか？先生かな。あ、結構熱い思いがあって、うん、あ体育の先生になろうと思ってたんですよね、うんうん、なるほどなるほど、はい、熱い思いがあったんですね。そうです、熱い思いあったんですけど、どこ行ったんですかね。まあ今でも似たようにね、でもね子供も教えてるからやっぱり、はい、はい、では、はい、次の質問いきます。森の音楽隊とコラボレーションするなら、はい、何をやりますか？これ、うん、僕なんか動物になってそれこそ空手の型とか面白いかなと、はい、思ったんですよね。なるほど、動物になってっていう着ぐるみみたいなことですか？あ、あの動きで、あ、動きでね、ライオンで空手の型をやるとか。それすごい面白い、それ面白いです。あと、あらい、クマも出てくるじゃないですか、はい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 、白クマも出てくるじゃないですか、うん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 、白クマで空手の型をやるとか。それできるんですか？そんなこと。いや、わかんないです。動物の動きの型、動物をちょっと入れて、入れた型。あ、それって超面白いですよ。なんかアニマル空手、アニマル空手、アニマル空手いいですね。アニマル空手めっちゃいいじゃないですか。新しい分野が分野ですよ、新しい立ち上がりましたね。
それで猿とかだと超面白い動きとか ね猿とかも、ね、飛び回って飛び回って、はい、それかっこいいんじゃないですか。逆にちょっと挑戦してみます。いいですね。ちょっとアニマル空手の第一人者になりましょうよ。アニマル空手ね、うん、一緒にウィズ森の楽隊で私じゃあそれ歌いますから。歌ってもいただいて、はい、流行るかもしれないです。流行るかもしれない。オリンピック前にアニマル空手がいいですね。あの水拳的な感じ。それでも子供たちに受けそうですね。子供たちグッと食いついていきそうです ね心つかみますね。あ、それちょっとやりましょう。それぜひ。じゃあ第一人者で。あ、私ですか。お願いします。私はそのじゃあ歌を作ります。面白い。はい、ありがとうございます、はい、では次の質問いきます。生まれ変わったら何の動物になりたいですか。トンビ。トンビ。トンビ。へえ。トンビ。トンビっていますよね。トンビいますね。トンビってでも 見ますか。見ませんよね、うん、あまり。うち僕新潟出身で海沿いなんで。あ、トンビよく。あ、そうか。最近は見ないですけど。あ、はい、溝にいるんですね、トンビ。トンビ。なるほど。私も地元北海道室蘭市なんですけど、あのこのラジオも、はい、北海道室蘭市でも流れてるんですけども、多分トンビいっぱいいます。トンビいますよね、はい、海沿いなので、はい、トンビなんか、うん、あの軽い感じがいいんですよね。あー、でも今考え、東京であんまりトンビって聞かないですけど。久々に言いましたけど、ね、トンビって。そうそう、トンビって言葉いいですね。トンビ、じゃあトンビの歌を、うん、トンビの歌考えましょうか。トンビトンビ。大丈夫ですかそれ。ちょっとやめましょう。はい、では、はい、次の質問いきたいと思います。はい。仕事に熱中するあまり自分の大切な人に私と仕事どっちが大事なのと聞かれました。どう答えますか。はい、仕事。おお、言い切りますか。って言いますね。あ、言うは言います。芸人の鏡ですね。言いますけど、うん、フォローはめっちゃ入れます。なるほど、なるほどね。でもそれでダメって言われるともうきついですもんね。そうですよね、やっぱり。まずそれは受け入れていただいて、うん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 、ただ他のとこで頑張りますよっていう、うんうん、そうですよね。やっぱりそういう空手っていうか、まあ俳優とか、はい、そういう芸事を目指す者にとってはやっぱりそれを全て一に考えてくれる人じゃないと一緒にいれないですもんね。 ね、うん、それはすごく分かりますけど、なかなか言い切る人はいないかなと。言い切りますね。素晴らしい。はい、うん、言ってからどうするかっていうところですね。言ってちょっと言ってから、うん、あとは何ができるか。なるほどね。だと思います。そうですよね。はい。ありがとうございます。はい。次の質問いきます。一つの仕事が長続きしないという知人にどんな意見を言いますか？うん、でも僕はそれも才能だと思う。うん、ああ、いろんなことに興味がある。そうですね。うん、いつか見つかると思うんで。うんうんうん。うん、例えばご自身、自分、あの6歳くらいから空手をやられてるってことなんですか？はい、これは結構長いですよね、やっぱり。そうですね、うんうん、長く。なんか秘訣っていうか、こう続けてきた秘訣みたいなのあるんですか？単純に負けたくないっていうのと、 あとは当時はそこそこ強かったんで、うんうんうん、やっぱり面白かったんですよね、その勝つことが。なるほど、はいはい、かもうその駆け引きと、あとやっぱりこう、うん、なんだろうな、こう向かい合う間合いとかのスリルが多分好きだったんでしょうね、うんうんうん。負けたくないっていうのはでも重要ですね、うんうん、何事に、そうですね、空手ってもろこう勝ち負けが、うんね、はっきりするじゃないですか、うん、やっぱり。いやでもスポーツってそういうのいいですよね。そういうとこはありますもんね、うん、勝ち負けがちゃんとはっきりして、なんかあの世の中普通のことだとあんまりこうはっきりしてないことの方が多いじゃないですか、うん、でそうなるとストレスがたまりますよね。確かに、うんうん、はっきりしてもらった方がこうスッキリするというか、うん、ありますね。でもそういうところね、もう潔く負けたいなって。そうですよね、負けるなら負けでいいと、うんうんうん、次って思いますからね、うん、そうですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ではたくさんお話を聞いてまいりましたけれども、はい、次が最後の質問になります、はいはい、最後に、あなたにとってお仕事とは何ですか？僕にとって仕事は、うん、チャレンジ。おお、チャレンジ、はい、人生をかけたチャレンジな気がする。なるほど、人生をかけたチャレンジ。簡単にできないんで。簡単にできないですもんね。そうですね、うん、
うん、なるほどね、はい、かっこいいですね人生かけのチャレンジ、でも実際にその大病された時の経験とかも人生かかってますもんね、はいはい、そうですね、あの、うん、そうですね、みんなよく頑張ったねって言われるんですけど、いやもう本当に生きるのに必死だっただけで、うんうんうん、特に頑張っても、まあ、自分的にはないし、うんうんうん、本当に必死だっただけですよね、うんうん、結構その時の経験は俳優業だったりいろんなところに生きていますかね、生きてますね、うんうん、なるほど。やっぱり私すごい思うのが、あの死に近くなればなるほどこう生きることに一生懸命になれるなって思うんですよ。だからこういろんな人の死にこう対面したりとか、うん、こう自分の病気がとかそういう死に実際にこう想像とかじゃなく実際にこうその場に立った時に生きることを初めて考えるなといつも思ってて、そうですね、うん、なんかこうくしくも人間そうならないとなかなか、うん、そうなんですよね、そう気づけないというか、そういう、そうなんですよ、そう本当にその時に初めて、ね、開く思考回路みたいなものがありますよねやっぱりね、そうなんですね、うん、僕なんて本当に今もう結構もう感覚忘れちゃってるんで、うん、まあそれでいいと思うんですけど、うん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 、なんかありますよね、そうですよね、あんな思いしたのにもうあんまり、うん覚えてないというか、なんていうんですかね、うん、それはそれでね、そう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 、大切なことだと思いますけどね、そんなもんですよね、うん、割とあの森の音楽隊の曲は、はい、あの生死をテーマにした曲が多いんですよ、うん、はい、であの前に老人ホームで歌わせていただいた時に、あの死っていう言葉があまりにも多くてこれを歌っていいのかって思って、途中で私歌いながら歌詞を変えた時とかもあったんですよいいですよね、なんかそれぐらい、なんか私自分で書く詩の中では生死っていうことがすごく重要なテーマになってるんですね、はい、うん、だからあの大吾さんのあのドキュメンタリーを見た時とかもすごい興味深いなと思って、うん、今日はお話をたくさん聞かせていただきまして、いい、はい、とても楽しかったです、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。本日のゲストは俳優で空手講師の樋口大吾さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。俳優で空手講師の樋口大吾さんをゲストにお迎えいたしました。はい、2週連続してお届けしましたが、はいはい、いかがですか。彼ね、うん、あの基本スポーツマンで、うん、なんかこう空手とかもね教えてたりして元気なんですけど、うん、実はあのね、うん、その、まあ、白血病になっていたという過去があって、うん、そうなんです、すごくちょっと大変なね、うん、時期を過ごされたっていうのはね、なんかあの、はい、私は俳優仲間として、うん、あの存在していたのが知ってたんですよ、うんうんうん、で何かのきっかけでその、うん、ドキュメンタリー番組、樋口さんのその病気に、うん、のからのこう、うん、立ち直りみたいなことを特集したドキュメンタリー番組があって、うん、それを見て、あ、こんなことになってたんだと初めて知って、うんうんうん、いやすごいなんか大変だったんだなって思いましたね、うんうん、はい、そんなことをこうみじんも感じさせない元気さなので普段。そうなんですよね、はい、そんな感じですけども、はい、樋口さんはですね俳優仲間としていろいろと仲良くしていただいてるんですが、はい、今回ですね、はい、イベントに出演していただくことになりました。お、イエイエ、あ、もうその話していいんですか。はい、もうその話していいんですか。はい、実はですね、はい、森の音楽隊より告知がございます。はい、来る2015年12月26日土曜日、明治神宮前駅徒歩1分水カフェにて秘密の森の音楽会が開催されます。イエーイ。さあ毎度恒例になってきましたですね、秘密の森の音楽会なんですけれども、はい、これ第5回目でございます、ね、5回目です、ボリューム5でございます、はい、場所は先ほども言いましたけれどもですね、はい、明治神宮前駅、まあ、原宿ですね、はい、原宿駅から、まあ
大体5分ぐらい、うん、明治神宮前駅からは徒歩1分のところにあるですね、水カフェというですね、はい、おしゃれなそうですカフェでですね、はい、今回行うことになりました。はい、あの原宿のラフォーレ原宿とか、はい、あの東急プラザとかがある、はい、こう大きい交差点あるじゃないですか、有名な、はい あ, りますね、あそこからすぐです。そうですね、はい、あそこちょっと入ったところですね。ちょっと入ったところです。はい、はい、いや素敵な場所ですよ。素敵な場所ですよね、ちょっとこれ僕らもですねこうやるのちょっと楽しみなんですけれども、はい、楽しみですね。こちらもですね、はい、毎度おなじみ森の料理人の田村まりえさんが、はいはい、ですねフードを作ってですねもてなしてくださいます。はい、そして今回はですねこの田村まりえさんだけではなくて、はい、フードのゲストもいらっしゃいますね、はい、そちらがですね番組にも出演していただいた、はい、フードユニット給食系男子の近藤潤さん、はいはい、そしてアペロスタイリストの三俊彩香さんが、はい、ゲストとしてですね料理をまた彩ってくれるということですね、はいはい、今回は森の音楽隊をテーマにしたフードを作ってくれます、はいはい、ということなのでなんとパフォーマンスゲストというものもね、はい、ありますね、はい、っていう話で実はあのこのさっきの話につながるわけですね。そうです、あの樋口大吾さんが、はい、あのゲストとして、はい、パフォーマンスしてくれます、はい、そしてもう一人、森の音楽会ではおなじみになっておりますですね、はい、石分智之さん、はい、もなんとパフォーマンス、はい、お二人が俳優ということで森の音楽隊が芝居気があるということで、はい、あの二人には諸沢さん書き下ろしの二人芝居を、はい、やりながら森の音楽隊の歌と絡むという、はい、なるほど、ミニミュージカル、なる音楽劇的なことを、なるほど、はい、カフェのスペースでやってしまおうという。素晴らしいですね。あの僕、はい、まあ、あの先週もねちょっとその二人がちょっと舞台をやるという話はお伝えしたと思うんですけれども、はい、それがこう森の音楽隊の音楽と絡みつつやるということですね。そうです、はい、なるほど、はい、これはね、はい、楽しみですね。楽しみですね、はい、こちらの方もぜひ、はい、ちょっとね楽しみにしてですね来てください。会場が19時半から開演が20時からとなっております。はい、そして料金は2500円、はい、プラスワンドリンクと、はい、フードがついてこの値段はかなりお安いです。あの2015年の、森の音楽隊の、活動を締めくくる、まあ、イベントにもなっておりますのでですね、はい、初めての方もぜひ、そうですね、はい、あのなんだろうなって思った方ぜひですね、そうですね、大歓迎ですので、はいはい、来ていただければ嬉しいです、はい、よろしくお願いします、はい、そして、まあ、こちらですね気になる予約の方はですね、はい、森の音楽隊のオフィシャルサイトから予約ができます、はい、森の音楽隊 .com、はい、アクセスしていただいてですねぜひ、予約の方してみてください。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。森の音楽隊のホームページ森の音楽隊 .com よりフォームがございますのでこちらから、質問とかあとセッションでやってほしい曲リクエストとか、そうです ね、はい、はい、いろいろ何でも受け付けておりますので送ってください。この番組は東京都国立市にある国立 FM よりお届けしています。また北海道室蘭市の FM ビュー同じく北海道伊達市のワイラジオでも聞くことができます。これまでの放送内容は国立 FM の YouTube チャンネルにてアーカイブとして公開しています。ぜひ気になるお仕事がある方はチャンネル登録の上チェックしてみてください。さて次回もまた人間のさまざまなお仕事について追求していきたいと思います。お相手は森の音楽隊ボーカル相川由里と黒沢のレンジでした。